今話題の画像や映像をお届けいたします。くつろいでご覧ください。来年はこれが流行りそうですね。俺も明日からこれやろっと。ついにポルターガイスト現象の真相が明らかになりました。心臓の弱い方は見ないでください。ついに都心が巨大な野良に占領されてしまったそうです。こちらは札幌市内のある中学校。授業中、どの窓も全開にしているそうです。札幌の先生方、頭平気ですか？ついに中国が方針転換。ほとんど子作り教養。中国共産党の三人子政策大号令。つまり、中国共産党は三人産め、産まぬと許さぬ。家族や周囲にもそうさせろ、と迫っているそうです。ついに、中外製薬。まあ賢明な決断でしょう。共同によると、自民党ラブヒナ作者擁立へ、参院比例若年層の集票狙い。自民党が来年夏の参院選比例代表候補としてラブヒナ、魔法先生ネギマなど美少女ラブコメディのヒット作で知られる漫画家赤松健氏53歳の擁立を調整していることが分かった。すなわち、これらの漫画を描いていて、若者らに支持されている方、ということです。希望の一撃。デイリースポーツが取り上げてくれたのはいいんだけど、なんか、別の意味かと思っちゃうね。